これは見る目ねえな吉村ですよ本当に吉村まさか吉村さんもこんなところで悪口言われてるのな。あの時言った一言かな。あ、じゃあ野球をやられてて。そうですね、野球だと、まあ、親がバスケットやってたんでバスケットもちゃんとクラブチームでやってて、めちゃくちゃでもスポーツやってきて、はい、そうですね。どのタイミングでこの陸上競技に切り替えたんですかね。小学校の時にここって日野市、まあ、市とか区でその陸上競技大会というか小学生 の行事みたいなのがあるんですけど、ね、そこで僕はハサミ飛びのゴム飛びみたいなのをやったら、まあ、その一番になれたんで、なるほど。あそこから自分でジャンプ力あるんだってことでがきっかけかもしれない。あ、そこからじゃあちょっと飛ぶ楽しさに目覚めたというか。そうですね、はい。もちろん最初はそのさっき言った背面飛びみたいな、その高飛びみたいなのから始まったんですか。はい、もうずっと飛ぶだけでした。飛ぶだけでした。すごいですよね。高飛びってでも2メートルぐらい飛ぶってすごいよね。いや、すごいよ。え、この背中から飛ぶやつですか。あ、そうです、はい、それで。いや、懐かしい。なんかベリーロールとか懐かしくない。懐かしい。この巻くやつでしょ。回転しながら飛ぶやつ。そう、授業でやったりします。俺1メートル5しか飛べなかったです。1メートル5でした記録。はい、低いな。低い。マジ低い。ちなみにこう小学校で足は速かったんですか。そうですね、まあ、普通よりは上だったんですけども、まあ、特に走り方とかも教わってないですし。学校で1番とかではなかったですか。まあそうですね、まあ、上の方には入りますけど1番だったかどうかはちょっと。まあ早い方では。そうか、やっぱな。いろんなことができるんですね。スポーツはやった方がいいよな。どうなんですかね、スポーツできる人、勉強とかはどうだったんですか。そうですね、できないでしょ。できない、できない。勉強できないよ、絶対。小学校の時はやっぱりできたんですけど、はい、中学校ぐらいからやっぱり運動はすごい好きで、ちょっと勉強